再現できるのはパンさんだけ。どうもよろしくお願いします。あ、うちの視聴者18歳から24歳の男性諸君ですから、パンさん知らない人はチェックしておいてね。あと1週間ちょっとに皆さんが待ち望んだ東武鉄道 TH ライナーがデビューします。乗りに行きたいですが、万が一乗れなかった時のために解説動画を出しておきます。なんでテンションが低いのか、前日に2時間かけて作った原稿が翌朝一文字残らず消えてたからです。社会不適合者並みに切れましたよ。宣言が明けていかがお過ごしでしょうか。僕はやっぱりまだ自粛してたい。わざわざ投稿するのは面倒。まあそんな感じで1週間後に登場する TH ライナーについて細かいところまで解説していきます。それではどうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。TH ライナーは埼玉県久喜市伊勢崎線の久喜駅から出発。いつもの日比谷線なら南久里橋始発のはずなんですが、利用者の圧倒的な差で南久里橋は落選してしまいました。そして東武動物公園駅、レジャー施設を郊外に置くことで運賃収入につなげる東武も考えたもんです。そんなことに考えを巡らせていますと、県内3番目の乗降客数を誇るターミナル春日部に接近。ダイヤ改正で着々と速達化が進んでいますが、名前だけは不思議なくらい浸透しないアーバンパークラインこと野田線の横をかすめ、次は最近スカイツリーライナーの停車で注目されつつある越谷市浅間台。大袋を通過するとすぐに福々線区間に突入。県内1位の利用を誇る新越谷の次はなんと上野まで止まりません。45万人が利用する北千住も通過し、まあ正確には運転停車だけど、上野から先は AKB 日本橋の外れ、ホコ店、公務員専用駅、虎ノ門を置かず、広志町、ギロッポン、狭野順に停車、終点の吉和に至ります。言ってて悲しくなってきたな。まあそんなふざけてでも大事なのがお金の話。座席指定料金は久喜、動物公園、春日部からは680円、浅間台、新越谷からは580円と大変リーズナブル。確かに久喜から浅草まで午後割を適用すれば320円と半額以下で乗れますが、霞が関まで座っていけると考えれば随分お得です。あと絶対忘れちゃいけないのが車内料金の話。 JR のグリーン車に慣れている鉄道ファンや久喜駅民の方々ならお分かりいただけるでしょうが、この列車もちろん全席指定なので事前に座席指定料金を支払っておく必要があるんですが、これをしないと元の値段プラス200円というとんでもない重課税を強いられることになります。遅刻寸前で久喜駅へ。目の前には7万系とおぼしき列車が、乗らないわけにはいかないと飛び込んだ列車が実は TH ライナーで、焦っているうちに乗務員に見つかり御用なんてことは少なからず起こりそうです。日比谷線一般列車としての利用も鑑みて車内は落ち着いたデザイン。座席はクロス、ロング、転換シート。休日には家族連れが利用することもあるでしょうから、ボックス席にも対応。座席にはコンセント、ドリンクホルダーにフリー Wi-Fi と設備も充実。外観は赤とグレーを基調にシンプルなデザイン。モダンさを感じさせるステンレスの色合いが知覚感にはしっかり溶け込む、まさに期待の新星と言えるにふさわしい車両です。言ってて気持ち悪かったな。大体何の特徴がいいんだよ車内なんて。座席の説明なんかしちゃってさ、利用するときにはそれだけでしょ。独占対応多分 KO ランナーでもできるよそれ。っていうか東武はいつから赤になったんだよ。なんか青だったりオレンジだったり黄色だったり緑だったりさ。停車駅はさっき説明したような気がするんだよ。停車駅は写真の通りなんですが、さっきちょこっと言ったように北千住には止まらないんですよね。なんでかっていうと、なんでかっていうとお金の計算がめんどくさいからだよね。あの680円っていうのは日比谷線区間の料金も加算された料金なんですよね。まあかといって日比谷線だけ乗れるかっていうとそういうことではないんですが、なので北千住から乗れてしまうと下りの場合は東武線、上りの場合は日比谷線のみの乗車が実質可能になってしまって、その区間で680円は多分取れないはずなので、別料金を設定せざるを得ず、そうすれば東武線のみの利用が現れ、本来の収益利用が見込めなくなってしまう可能性もあります。東武鉄道は路線単価の非常に低い路線ですから、正しい収益が見込めなければ破産です。そんなわけありません。
あと中目黒に行かず一駅手前の恵比寿で終点という気持ち悪い運転方法ですが、これは恵比寿で一旦乗客を降ろし中目黒に向かいロングシートにトランスフォームした後、始発一般列車として東武線に戻っていくという運転スタイルゆえでしょう。下り列車は霞ヶ関始発なのは上り列車で設定してしまったフリー区間からの乗客が誤って指定されている座席に座ってしまわないような対策だと思います。緊急事態宣言が解除されています。私のオタク活動もようやく再開できることを嬉しく思いますが、気を緩めてはいけません。確実に第1便の列車は混雑します。そこがいわゆるクラスターの発生源にならないよう、利用される鉄道ファンの皆様におかれましても万全の対策で利用されますようお願いいたします。私も十二分に対策をして撮影に臨むつもりです。それではまた来週お会いしましょう。毎週水曜日は鉄道解説、土曜日はトレインビジョンの動画、日曜日はスーツ氏の天才ガイドにのっとったまとめ動画を放送していくつもりです。面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。